国立情報研究所オープンサイエンス基盤研究センターのデータガバナンス機能を担当している私、開きの方からこれからのデータガバナンス機能と題しながら今どういったものを提供し,ていてしようとしているかというところの話をさせていただければと思います。このデータガバナンス機能に関しては私、開きと横山さんの方で主として開発の方を進めているというそういう機能になっています。 で位置づけとして NII リサーチデータクラウドにおける位置づけとしましては、まあ、あの研究活動全体にわたって、まあ、研究データ管理の品質の向上をサポートするというふうな位置づけに今なっているとで、まあ、特に計ああ画に基づきデータ管理等を機械的に支援するというところもあって、まあ、あの結構話題になっているだろう、まあ、データ管理計画ですね、まあ、もしくはデータマネジメントプランといわれますが DAP をまあプロジェクトの管理に もしくはデータ管理に不可欠な仕組みへと変革したいなというふうな思いを持っています。で、まあ、今のところデータ管理計画 d a p を取り巻く動向をまあ簡単に示すとまあこんな感じかなというところなんですけれども、あのまあ基本的に d a p 作るのを求められるのは研究者で、あの誰から求められるかって言われたら研究その研究 的研究資金を提供している、まあ、研究、助成機関やもしくは長女からそういったところからと思いますけれども、まあ、あのたこういったあの助成機関等が求める DNAP というのを、まあ、研究サイクルに生かすことというのはなかなか、まあ、難しいかなと。 具体的な項目としては、例えば右の方の表に載せているようなものがありますけれども、データ名だとか、データの説明だとか、まあ、管理者分離、公開レベル一区由という形でありますけれども、まあ、基本的にはあの研究プロジェクトが終わって、研究成果としてどういったものを公開してるかというのと、もしくはあの管理対象データとしてどういったものを管理しますかというところに,に焦点を当てているところもあるので、ただ、まあ、クローズな状態、つまりあの実際に研究プロジェクトが動いている状態のデータ管理にも当然、あのデータ、あ プロジェクトで動いているときにも、同時にデータ管理っていうのは必要になってきますので、そういうところに、じゃあこの DAP って使えないのかなというふうなとふと考えますと。そうすると、まあ,あ、ちょっと今の FA が求めるよもの難しいかなというところもあると。 まあ具体的にはまあ計画に沿った研究データ管理というのは、研究者の裁量によると、これはまあ,あ,のある意味あ、ありがたいところかなというところがあるんですけれども、加えて、実際にそういうふうに研究データ管理がされているかというところを、研究管理部門にしろ、研究者にしろ、それを確認するというのは、非常に手間なところもあると。 いうとところがあるかなと、まあ、最後の部分はあの初めに言ったところと同じほぼ似てますけども、まあ、管理文書として作作される以外の使い道が今のところないという状態なんですけどもで、まあ、研究者たちも <laughs> あ,のあ,のあまり使えないんだと何も作りたくないなという,ふうなのは個人的にあ研究者個人として私も思うところがあるんですが、まあ、どうせ作るんだったらもしくは作らされるんだったら自分のプロジェクト内で活用できるような GNP である方が多分研究者にとって嬉しいんじゃないかなというふうに考え私なとは,私は考えています。でまああのビジョン 何回かこれまでの説明会とかでも、あのー、見せてきたことってはあるんですけども、まあ、データコマンス機能のビジョンとしては、まあ、データマネジメントプランに基づいてそのプロジェクトのデータ管理をです、ね、あの機械的に支援をするところが、まあ、あの大きなあビジョンの、まああのー、になるかなと思います。まあ、具体的にはまあそのプロジェクトといってもプランの作成のところから実際に、えー、とプロジェクトを構築したりだとかもしくは会社 実験データの分析したりだとか、まああの、データ管理したり、もしくは公開まで、あのまあ、クローズなところから、ですねあの、実際に公開するところ、オープンにするところまであるかと思いますけれども、これを、まあ、あのここに使われるその研究環境のオーケストレーションや、まあ、研究手順の整備とか、データ管理の検証とか、そういったものをですね、まあ、研究プロセス全体であの実現したいなと、データガバナンスを実現したいなというふうに考えています。 で今作っているデータガバナンス機能のベース部分としましては、あのこのような形になるかなと思ってまして、提供する機能としては、あの図にあるような形で、研究データ管理、RTM、ま、と、あ、訳すことにしますが、それのプラン、Do でチェック、アクションのサイクルですを、ね、回すようなフレームワークを提供したいなと。でまあ、これを提供することによって、このデータ管理方針やあの管理状態です、ね、の見える化と、えー、データ管理の省力化というのをあの研究者、 さらにそのさらにその先にはステークホルダーですね、研究データ管理に関わるステークホルダーにも提供したいと考えています。 でえー、とこの1、2、3はまあ4に含まれるところがあるので、1、2、4に関して、もう少し今、どんなものを作ろうとしているかというのをえ紹介したいなと思いますが、まず1つ目、ガバナンシート、これ、プランのところですねに当たるものですが、まあ、研究データ管理上の課題として、そもそもその自分のプロジェクト内でデータっていうのが、どんな感じの方針、もしくは計画で管理したいと思われているのか、もしくはされているのかっていうのがわからないっていうのはあるかと思います。 そういうところで、権利データ管理の方針だとか、企画っていうのは、少なくともプロジェクトの,そのリーダー等が持っているはずなので、そういったものを設定し、見える化するっていうことが、まあ、ある意味、解決したい課題なのかな、解決したい課題として考えてまして、これは解決するためのものとして、ガバナンスシートっていうのを提供したいなと。 提供ししようとしているというとととていいるころですでそのガバナンシートを使うことによって管理方針や計画っていうのもある意味一元的な中でとして一元管理できるようにしたいと思ってますし <laughs> その中で、まあ、研究の進捗によりですねクローズな状態からオープンに向かうにあたってその、まあ、管理や方針や計画をまあ修正可能にしたいなというふうに考えています。 で実際のイメージとしては、まあ、例えばこんな感じのものを考えていまして、まあ、ガバナンスシートをですね、あのー、作成するところからスタートして、でここでは独自ルールをあの追加できるような形にしたいなとも考えていますし、まあ、今ここに示すのは、例えばまあ研究プロジェクトの情報とかいろいろ書いてますけども、このほかにも例えば、ディレクトリック規約だとか、そういうのがあれば、そういうのもどんどんユーザー側が追加できるようにしたいなというふうに考えています。 でこんな形でまあガバナンシートを作った上で、そのガバナンシートに関わってくるようなメタデータを入力できるような、まあ、UI も入れたいと思っていますし、まあ、これも手で入力するのって正直あの労力がとんでもないことになるので、自動的に入れられるのにしたいなというふうに考えています。でえー、とその先にはです、ねまあ、他の利活用のことも考えて、このガバナンシート自体を利活用することも考えて、あのーまあ、よくある JSON 形式での出力とかもできるようにし,、えー、しようとしていますで。こうやって作られたガバナンシートを使って、 あの研究環境の構築だとか研究手順の方の実の、えー、整備っていうのをリサーチフローっていう形 Do っていう形でやりたいなと思ってます。 で方針とか立てたはいいものの、いやその方針、もしくは計画に沿ってデータ管理するために、どんな環境を使うのがいいかとか、もしくはどんな手順でやればいいかっていうのが分からないということがあるかと思いますで。そういった問題において、あの解決、我々が解決されたいと考えている課題としては、まあ、さっき立てたデータ管理要件や計画に沿ったデータ管理を実施するための環境の準備や手順を示すことかと思ってて、でこれを実現するものとして、リサーチフローを開発する中です。 でこれを使うことで、その環境構築手順やその研究データ管理の手順を、まあ、ある種その再実行可能な形で示したいなと思ってまして、例えばこんな感じにガバナンスシートに基づいて、研究環境のまあメインページが、まあ、こんな感じに Jupyter ーノートブックで作られて、Jupyter ーノートブックで作られているので、まあ、上から実行していけば、ある意味あの、それをもう一回、えっと他の人に使ってもらうときには、それまた上から実行してもらう同じような形で。 環境を作るることとができるだろうといういふうに考えていますで他にも、まあ、あの研究環境のサブフローで例えばここ見にくいですけどもあのデータ権利管理計画をまあ立てる修正するだとかものがあったりだとかまたあの解析環境ですねあのデータ管理っていうのはあの研究活動の中でもまあどんどんワークフローとして埋め込まれるだろうというふうに考えて、まあ、解析 環境の構築やとか、もしくは解析実施手順とかのところもまあどんどんと、遊ーさん側でも追加できるようにしたいなと思ってます。まあ、ここはあくまで一例で見せてるだけなので、あのこのあたりはちょっとあの初め作る人はちょっと努力はしたかもしれませんけれども、後々他の方々ですね、皇族の方々の,あの再利用可能性を考えると、やはりこういう形で提供できるのがいいのかなと考えています。 でこういう形で、えー、とリサーチフローで、まあ、実際にまあ Do の部分ですねあの研究データ管理を実施するとして実際に実際にした結果があの本初めに立てたデータ管理方針とか、えー、計画に沿っているかどうかっていうのが分からないってなっちゃうとあまり意味がないわけですね。 要は自分の中であ、自分のプロジェクトの中であの、実際にデータが管理できているかどうか分からないということは、つまり管理できてないというふうなものと考えればいいと思うので、えー、そういったときに、じゃあ、どういうふうに検証するかっていうのも、もしくはどういうふうにそのデータ管理状態が間違っていれば、修正すればっていうのが分からないかというところもあるかと思うので、そういったところをですね、あのデータ管理状態を検証する、見える化するような機能が必要だろうと考えて、モニタリングというものを開発しています。 でこちらはまあモニタリングという機能を使うことによってあのデータ管理状態を自動検証しそしてあの今の管理状態の問題点を示すだとかもしくは将来的にはあのじゃあ次どうしたらいいとかっていう行動の提案も考えているというところですで。先ほど作ったガバナンスシートとリサーチフローに基づいて実際に行った結果で得られた あのまあ、結果の管理状態ですね、データの管理状態を収集したメタデータをここに示していますが、例えばここだとあのデータのアクセス権でガバナンスシートだと、あのまあ、ちょっと英語ランてあの見にくいかもしれませんけれども、あのアクセス権あのを付与の仕方だとか、もしくはそのデータの,あのアベラビリティですね、利用可能性だとか、そのあたりはちゃんとあの示しましょうねっていうのをガバナンスシートに書いてるんですが、実際にあのメタデータを収集すると、あの データアクセスに関してこう、あのこういったオンデマンドで開け,けますよということは書いてるんですが、あのどういったあのライセンスとかで、えー、アクセス権で提供しますって書いてなかったりするので、検証結果としてはアクセス権の種類が設定されないだとか、そういった、まあ、あのちょっと細々したことかもしれませんけども、こういったこともきちんとチェックできるように、あの機能としては提供したいと考えています。 でまたもちろんここだけで見るんじゃなくてあの検証結果一覧からこういったものも確認できるようにしたいと思っていますしまたこれを、えー、とリサーチフロー上でもうちもちろん見れるようにしたいなというふうに考えてます。 さてちょっと私の持ち時間がなくなってきましたけれども、実証実験版で、こ、えー、の後半以降に、まあ、実証実験版を行うことも提供しようかと思っているんですが、えー、その中での提供というのがガバナンス機能というのは、主、まあ、目的としては研究者による学人 RDM 上でのデータガバナンスのサポート、で先ほどお見せしたようなあの3つの機能です、ね、を,を順番に使っていただけるようなものにしたいなというふうに考えています。 そして、その先々にはです、ね、研究者だけじゃなくて、まあ、あの研究に関わるステークホルダーの含めて NIRDC 全体でのデータガバナンスの実現を目指したいなと思っていますしで直近だと、まあ、例えば実証実験に向けてのユーザーのエへのエンロールメントやあを考えていますしまたその、多分来年度以降になるかと思いますけれどもあの後半ですねあのクローズだからではなくてオープンになった後だとかもしくはオープンに向かうところに向けてのところも支援を、えー、どんどんやっていきたいなというふうに考えています。 はい私からは以上になりますご清聴ありがとうございました <laughs>